私は、はじめきのこと申します。職業は、金箔師です。人を縛る仕事ですね。まあ、人以外も縛りますけども。で、あとは、縄を使ったアーティストでもあります。年齢は、35歳です。血液型は B 型です。はい、以上。今、ドミナトリックスっていうイベントに向かってます。女王様が、まあ、たくさんいて、MO さんがいっぱい集まって、音楽がいっぱいになってて、で、いろんなところでプレイしてて、で、踊ってる人もいるし、みたいな、なんていうんですかね、SM 寄りのフェティッシュパーティーっていう感じですね。で、そこでショーをやりに行く感じですね。日本っていうのは、まあ、縛りとか SM に対して、怖いなって思う人とか、ちょっと気持ち悪そうだなって思う人もいるんですね。やっぱそういう人たちはよくそういうのを知らない人たちなんで、僕は普通そういう人たちであればあるほど、やっぱその縛りの良さっていうのを知ってほしいなと。最初の入り口、その縛りっていうものがいいもんなんだよっていうところで、まあ、例えば縄が光ったりとか、ラインが綺麗だったりとか、そういったなんか美しいものとして、やっぱそういった、まあ、サイバーロープっていう縛り方とかありますけど、クラブミュージックに合わせて縛ったりとか、みんなが取り入れやすい形として、出していこうと思って。きのこさんの縄は性的なところに響くものがあると思います。縛っていただいた時にゆっくりと気持ちよくなっていくような感じがして、そこがとても好きですね。縄だけでこう烈情を煽り立てられます。縛りはやっぱし、僕はプレイ動向の前にやっぱし美しいんで、縄を使って自分の思い描く、体に、スタイルというか、にできる、相手を、モデルを、っていうのを、例えばおっぱいをもうちょっと上げたいとか下げたいとか、もっと乳首の位置を上にしたい下にしたいとか、そういうのを縄で縛ってコントロールしていけるんですね。で、もうちょっとくびれが欲しいなって言ったら、くびれのところにキュッと縛ったりしますし。で、その縛り自体は、まあ、縛る前よりも、縛った後の方が美しくなければ、縛る意味はないと思うんですよね。なんで、まあ、そういったことができる。女の人の体が、まあ、キャンバスであり、縄が筆というか、そうやって書くもんなんで、はい、まあ、そういうのは楽しいですね。まあ、あとはその縛ると、その不思議なことに、まあ、ちょっとアートとか離れますけど、まあ、なんていうんですかね、相手となんか通じ合う瞬間があるんですね。まあ、パソコンで言うと USB ケーブルというか、がなんか縄の役割で、で、自分がいて相手がいて、お互いのね、あれでそのインストールし合うというか、そんなイメージというか、分かり合えるというか、同じベクトルに立てる
ていうか、そんな感じがあるんで、僕はそういう魅力にも惹かれてるところもあります。はい、縛りをしなければならないというそういう環境で育ってきたんで、っていうのが、まあ今から15年ぐらい前なんですけども、六本木で、こういったまあアンダーグラウンドのお店 の、 あの店長をしてくれと、まあ、その当時 の、まああのまあ、オーナーから言われ、まあ、やることになったんですけども、で、まあ、そこで、まあ、縛りと出会い、縛りをしていくことになったんですけども、まあ、必要に駆られてというか、あのやっぱ縛られに来る女性がだんだん増えてきて、多分縛ることによってその、まあ、エロスっていうのもあると思うんですけど、まあ、心の隙間を埋めるっていう効果も多分僕はあると思うんですね。でなんで、まあ、そこで、まあ、なんていうかね、まあ、ここ安定につながるんで、そういうのを求めて、まあ、女性さんたちがたくさん来られてたっていうのもあって、まあ、それでだん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 上手くなったっていうのがありますね。ですね、まずモデルとの関係っていうのは、僕はほとんど受け身なんで、インターネットとかそういうので、モデルやってみたいっていうコメント、あとはお店をやってるんで、お店で、女性のお客さんが、まあ、モデルやってみたいっていうことを言われてから始まります。やっぱりその向こうはやっぱり身を預けてくれるわけなんで、僕のことを信頼して、じゃなかったらもう動けなくなるんで、相手動けないし、俺がなんかすごいただの変態な親父だったら、ね、大変なことになっちゃうと思うんですね。動けないし、ね、縛り上げられるし、なんかね、だけどそういう気持ちっていうのが受け入れてくれてるっていう気持ちがやっぱ嬉しいんで、それに対しても応えたいっていう、まあそういったその信頼関係ですよね。まあ、上の人たちが言うには、なんか僕、お前は才能あるんだから、なんでそんなへんてこりんなことをするんだと、まあ、だけどそのやっぱりそういうことを言ってくれる人たちって、あの僕が良くなってほしいから言ってくれてる人たちの方が多いんで、なんかそのまあその、まあ、半分はそういう、まあ半分は自分がしたいこと、あのアート的なこととか、なんか前衛的なことですね、新しいことっていうのはやってて OK だと。でもう半分は伝統的な古典的な、ね、お昔からあるようなジャパニーズスタイルというか、そういうのをやってほしいと。でなんかその今そういったことがちゃんと真面目にできる、あのそういったセンスを持っている人が非常に少ないっていうことを聞いて、まあやってくれと言われ、まあ、僕もやらなかった男もスタッフんで、はい、まあ両方やるようにはしてますね。まあ、だけどなんていうんですかね、昔のことをするとやっぱその今のスタイルに、今のその前衛的なスタイルに、まあ、影響してくるっていうか、がより一層良くなるっていうのもあるんですね。僕はその縛ること自体がすごい大好きなんで、多分好きすぎて人間だけじゃなくていろんなものを縛りたいって思っちゃったんじゃないですかね。フォレストっていうプロジェクトはあるんですけど、それは、まあ、婦人の樹海っていう、なんていうんですかね、たくさんの人が自殺する場所なんでもあったり、その磁場がおかしかったりとかしてコンパスが効かないような場所らしいんですね。で一回迷ったりしたらもう出てこれないっていう、まあ、そのなんか不思議な場所でもあるんですけども、そこの、木を縛りに行ったんですね。
木ともリンクできた瞬間があったんですね。で、やっぱり同じ生命体で、っていうことを感じて、木のくぼみとかそういったものがだんだんその女性のその何て言うんですかね、スタイルというか、まあその形に、まあ、見えてきて、で、あ、こういうところ縛られたいんだなって、まあ、こういったタイミングでこういったそのスピードで縛られたいとか、そういったものがいっぱい入ってきて、でその通りやっぱり縛ったんですね、あれは。なんで、まあ森は僕は女性だと思いますね、なんか。レッドなんですけども、まあ、赤い縄で、まあ、縛ったんですけども、僕が好きなのがその縄 の, その通るラインの美しさっていうのが本当やばいなって思ってるんですよ。なんでそれをやっぱしその自分の一番知ってる素晴らしいモデルさんとカメラマンさんと一緒にやって、その僕 の, その脳内のイメージっていうのを再現したいなと思ってやりましたね。で今なんかホームページに載ってるそのレッドっていうシリーズなんですけども、それ以外にも後で撮った部分がたくさんあるんですね。女性を10人赤い縄でそのブドウが鳴ってるようにたくさんの人が縛られているような写真と作品だったりとか、まあ、あとは縄のシャンパングラスの中に人がいるようなイメージの作品だったりとか、なんかそういったものを作りましたけど、縄師に大切な要素はなんか自分よりも相手を、大切にするっていう心じゃないですかね。でやっぱなんかありがちなのがその縛って楽しむって自分だけ楽しむっていう、で縛られてる相手のことを思ってなかったりする人ってやっぱ見えるんで、なんかやっぱそういう人見てたりすると嫌だなって思いますね。なんでやっぱりその人をやっぱり慈しむ心っていうのを持ちながらやってもらいたいですね、はい、女性縛るときと、岩を縛るときも同じなんですね。相手が思っていることを汲み取りながら縛ってくると、まあ、自然の、まあ、なんか昔からあったような感じに縛れるというか。